どうもフィッシャーズシルクです。うい、兄貴とちょっと2人で動画を撮ったら一体どんな動画が出来上がるのかと。俺なしの。お前出ないの？俺出ない。お前出ないのかよ。じゃああとは任せました。オッケー、任せろ。なんだこれは。あ、間違えちゃった。え、ちょっと動画撮ろうぞ俺と。よく見たら、あ、お兄さんですね。いやー、いいっすね。どうも、フィッシャーズシルクです。どうもです。あ、僕が進行します。なるほど。僕、シルクです。いやいや、ちょっと待って待って、笑わすな。 , 笑かすなよ。真面目にやるよ、お前。お前が滑らない話して、お前落ちたなって思ったら俺がこの電気消すって。これゆっくり消えるのね、一回やるとこんな感じ。なるほどなるほど。お前の話がちょうどいい感じで落ちたなって思ったら俺はこれを消すから。だからお前とりあえず滑らない話しろ今から。一人でゲームセンターに行くのが趣味なんですよ俺。シルクだから。あ、敬語使わなくていい。 UFO キャッチャーやりに行くんだけど、うん、景品とかでやっぱ人形とかがあるわけじゃなくて、結構それを大量に取って家に持って帰るっていうのが結構習慣で。暇だな。いや、その日あのバイクで行ってて、検問みたいなのがあって免許証見せてくださいみたいな、うん、のがあって、ね、その辺でひったくりがありましたと。荷物どこに入れてんのみたいな。バッグの中です。で、こう警察の人がえらい荷物入ってんねって言われて、念のため怪しいかもしれないから見た方がいいって言って、警察の人がバッてチャック開けた瞬間にラスカルの人形が3匹ハッっていう出てくるっていう。なるほどね。その時は面白かったですけど、話にするとそんな面白くなかったです。ちょっと一回忘れましょうこれ。え、そうでしょ。じゃあ叩いてかぶってじゃんけんポンを逆バージョンで、もう勝ったら防ぐ、負けたら叩くっていう、なんかあべこべ叩いてじゃんけん。いった、叩いてかぶってじゃんけんポン。叩いてかぶってじゃんけんポン。うわー、危ねえ。予想外に楽しいよ。叩いてかぶってじゃんけんポン。せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽい。やめたい。やめたい。叩いてかぶってじゃんけんぽい。はいて。俺が勝つとあんま面白くないね。自分で言うぞ。いったー。じゃあそろそろ出てきてもらおう。そろそろ出てきてもらいましょう。なんかいじめられてるみたい。何も喋ってないチーマーみたいな。眠い兄貴と横ダーマって面白い。ジブリ映画みたいじゃない。いやだからまた玄関芸やってんだけど。またやってんの、その踊るやつ。ちょっと踊んないでもらえる。こいつバカだ。開けたんだよ。もうお前やっときたな。あれ、もうやっときたな。違う。どうも、フィッシャーズシルクです。フィッシャーズダーマです。はい、どうも。あんま喋ったことないよね、俺とね。ないね。1枚目、ドン。オバマママ。いや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 、何も合ってないからねこれ。オバマママでしょこいつ。奥田民生じゃないの。いや奥田民生は緑にいたの。さっき確かめた。ずるくない？な、ドン。雨具。雨具取られた。俺の雨具。誰のものでもないよ。せーの、ドン。雨具。なんで2枚も雨具。ドン。雨具。雨具ばっかりじゃないか。せーの、ドン。あ、マグ。いや、今の同時でしょ。いや、俺の方が早かったでしょ。いいよ、じゃあ。せーの、ドン。あ、マグ。ほら。あ、マグじゃねえか。ダーマだっけ。ダーマね。ダーマ。忘れないで。カメラあんじゃん。終わったよ。めっちゃ面白い。あ、マグじゃねえか。いや、最初分かんなかったよ。なんか顔ごつくなったって。何？一言。え、ない。まあ、ふざけんなよ。動画見てくれてありがとう。
説明欄の方にも Twitter、まあ、これもあります。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。